ごきげんよう、月見堂マナトです。死神続きです。はあ、口裂け。鹿島は恐ろしいですね。体の内側からハサミで切り裂かれるとか、もう恐ろすぎる恐ろしすぎる。エイタ君に電話をして、ネットでですね、金賞の手がかり、そして口裂け鹿島についての情報ないかということで調べてもらったら、ちょっとね、該当するようなお話が出ましたね。で、その人物に関わる、5年前の生徒らしくって、その頃の事情を知ってるだろう坂本主任に会いに、まだこの時間残っていらっしゃるそうで。おう、おられた。残業中、主任は大変です。また幽霊調査ですか、涙目先生。ここで心霊現象は起きてませんよ。一体何の用です？皮肉が効いてる。坂本先生、あなたに聞きたいことがある。私は残業で忙しいんです。ご覧の通り、仕事の邪魔ですから出て行ってください。待ってくれ、人の命がかかってるんだ。また犠牲者が出る、堀越のように。顔色が変わった。堀越さんですか？あなたは彼女を調べていた。その日、彼女は消えてしまった。まさかそれが幽霊の仕業とでも？ああ、トイレの花子に殺されたんだ。絶対信じてもらえないと思うな。校長には黙っていると指示されたが、調査のためだ、やむを得ない。涙目先生、私は幽霊など信じていません。あなたの言うことも信じない。ああ、やっぱ突っぱねられた。だからあなたを教師にするという校長の思いつきに反対しました。今もその考えは変わってません。まあ、至極真っ当な。あなたの経歴、能力、外見、いずれも当校にふさわしくない。外見だろうな。そんなことはない。黙って。だろうな。なら自覚はしているんですね。正直に言いましょう、私はあなたの存在が不愉快ですうわ、坂本は明確にそう言い切った。やはり協力を求めるのは難しいか。しかし、人の命がかかっているという言葉を無視することはできません。わあ、いい人だ。これは私の考えや功労とは関係ない、人としての道徳の話です。教師は生徒たちの模範となる行動をしなければなりません。協力してくれるのか？ええ、不本意ながら。それで私に何を聞きたいんです？おおお、ウサギがモチーフ。ウサギが大好きなのか。プライベートなんだ。プライベート。あー、うん、興味がない。生徒のことは、うん、そう、金賞とは美術コンクールで金賞を取った生徒のこと。あ、お、なんだ、反応がある。5年前の話。うん、言うつもりはない。じゃあ、鹿島レイさん。鹿島レイ子っていう都市伝説があることをこのゲームをやって初めて知りました。ウィキペディアで調べました。それで鹿島レイですもんね。トイレの花子の花子違いだったり、鹿島レイの一文字違いだったり、元ネタになぞらえてあるのかな。え、忘れたことに。え、なんかそんな怪しいな。
でもはっきり全部5年前。これは意図的に話さないことにしているの？取り付く島がありません。あの涙目先生、口裂け鹿島のことを知りたいなら当時の学校新聞を読めばよいかと。意外。学校新聞？なんかヒントくれるの珍しい。我が校の新聞部が校内の噂を集め記事としてまとめたものです。新聞は図書室の特別書庫に保管されてますよ。ありがとうございました。図書室、坂本の話によればここに5年前の学校新聞があるそうだ。口裂け鹿島に関する噂が書いてあるかもしれない。探してみよう。うん、新聞の記事とかはどの辺かな。ここ図鑑日干しとかしないか。植物関係翔くんが反応してくれるのがいいな。どの辺だろう。カウンター。ここ、お、こんなところに。中には学校新聞の原版が発行中に閉じられていた。鹿島の噂があったのは5年前だ。その頃の新聞を見てみよう。こういう時にやっぱ新聞って大事ですよね。歴史、歴史っていうか物事を記録しておくもの。それらしい記事は2つあった。どっち？K 城の死は死者の復讐か、 S 城の失踪も死者の仕業。 K 城、S 城乱歩みたいですね。 K 城の死は死者の復讐か。3年生の K 城が正門の前で消えたという。彼女が消える前目撃した人物を語っている。 K 城の体から多数のハサミが突き出ていた。生きていたようには思えない。うん。警察は勇気ある目撃者の証言を黙殺し、単なる行方不明として捜査している。それでは真実にたどり着けないだろう。まあ、世に出回る新聞と違って書いてるのが生徒っていうのがやっぱいいですよね。その大人だったらなんかカットしちゃいそうなところもちゃんと食いついていく感じ。刑事は死の直前、S レイヤーへ向かったらしい。先日自殺した。墓を参ったという。刑事は生前の仲が悪かった。なのに墓を参ったのは彼女にそれを勧めた教師の機嫌を取るためだと思われる。もし、すごい伏せてる、怨念が存在するのならそんな刑事の考えを見透かされていただろう。そして生前の復讐を遂げただろう。刑場の死体の消失も超常的な殺人方法も人ならざる者の仕業と考えれば筋が通る。刑場は鹿島の怨念に殺されたに違いない。お、大事。あの噂に上がってたバスから降りて学校の前でっていうあれが刑場。 S 場、ご存知の読者諸君もいると思うが、3年生の S 城が行方不明になっている。警察が動いている。最後にミラー目撃されたのは体育館前。何かに追われてるかのよう何度も後ろを振り向きつつ走っていた。体育館の中に逃げ込んだけど二度と出てこなかった。警察は中を調べたけど何も見つからない。それはそうだろう、見つかるわけがない。S 城を殺したのは鹿島の怨念なのだ。この世から喪失。
心ない読者にはデマを流しているように見えよう。だがそう断言するにはしっかりとした根拠がある。 K 城と S 城の事件には多くの共通点が存在する。二人とも3年生女子、美術部、あ、鹿島も美術部だった。生前の鹿島とは仲が悪かった。お墓参りをした後に亡くなってる。ああ、連想してのことか。ハサミから連想して。美容師のハサミっていうのと関係あるのかな。お、どちらも大事な記事。うんざりするほど不謹慎な記事だ。無邪気な悪意に満ちている。だが真実に迫る意志は本物に思えた。信じてみてもいいかもしれない。ありがとう、当時の新聞記者の生徒。どうした？もう一度戻ってみる。あ、増えてる増えてる。新聞記事。記事によれば5年前、生徒の K と S が口裂け鹿島に殺されたそうだ。坂本先生、二人について何か知ってることはないか？そうですね。K なら名前を覚えています。校門前で消えた少女の名前は、神尾エリカです。あ、神尾。神尾信じ、学べ。その神尾はどんな生徒だったんだ？明るい生徒でしたよ。いわゆるムードメーカーです。ただ、軽はずみの子でしてね。私がよく叱っていました。S の方はどうだ？さあ、思い出せませんね。接点がありませんでしたから。名字が S で始まることと、美術部だったことは分かってる。そこから名前を調べる方法があればいいんだが。それなら、当時の卒業アルバムを見れば解決するでしょうね。生徒の名前と所属したクラブが書いてありますから。どんどんヒントくれる。なるほどな。それはどこに？運が良かったですね、涙目先生。アルバムは普段事務室にありますが、今は私が持っています。そいつはありがたい。だがどうしてあなたが？タイミングがいい。生徒に貸し出していたのですよ。返却されたのは本日の放課後でした。誰かを調べてる。どうやら5年前の卒業アルバムに興味を持つ生徒がいたようだ。単なる偶然だと思うが気になる。後で確認されるのも面倒なので名前を教えておきますよ。見透かされてる。借りたのは3の A の阿部くんです。あ、あの子じゃないかな。あの目の色が左右で違う男の子。やっぱ安倍家の人間だ。安倍の生命絡みだな。では涙目先生、これをどうぞ。卒業アルバム。うん、のっさん、 S のことを調べてみようぜ。パラパラパラ。うん、神尾エリカの名前も並んでいる。3人いた。志田ひかり、篠原彩子、新次美穂。あ、この人だ。神尾新次学べ。あー、これ苗字だ。全部苗字のこと。この中の誰かが体育館で消えた S 城だろう。新聞を信じるなら鹿島に殺されたことになる。紙が、メモ帳の1ページ、文字が走り書きしてある。ある噂がある。5年前体育館で姿を消したという S 城、その怨霊は今なお体育館をさまようという。かの体育用具室の壁に染みついた黒き汚れ、あれこそは死者の残した無念の痕跡。怨霊は自らに興味を抱く者の前に現れる。決して触れてはならない、あの汚れに。
これは阿部君が書いたのでは。5年前に体育館で S が消えた。これは学校新聞にもあった事件だ。その幽霊が体育用具室に現れるという噂があるらしい。メモはまだ続く。鹿島の真実は5年前の江西と共にある。その江西の名は美術部。ならば調べる場所も決まる。新棟と旧棟にある2つの美術室だ。特に旧棟の美術室こそが肝要。生前の鹿島麗はそこで何度も目撃されたという。すでにその時旧棟は使われていなかった。何故鹿島麗はそこにいた。果たして真実はいかなるものか。いずれ我が左目で確かめてくれよう。これは阿部くんですね。絶対阿部くんだ。美術室に目をつけていた阿部ってやつが何者か知らねえが筋を取ってる気がすんぜ。美術室を調べてみねえか、おっさん。そうだな。あと体育館の体育用具室に現れるという S の幽霊も気になる。まあそう見えますよね。体育館、美術室は2階の端。特別棟から出ればすぐ。あ、やった。体育館は照明がつかない。待ってくれ、どういうことだ。旧棟と違って今も使われてるんだろう。ええ、そうなんですけど、最近夜になるとどういうわけか照明の調子がおかしくなるのです。どっかのトイレと同じですね。業者が来てくれないところも一緒か。まあ、こちらには懐中電灯が。アルバムも弁書。いや、卒業アルバム結構高いんですよね。そうと決まれば。どっちから行こうかな。体育館、美術室。さて、どこから調査をしたものか。まあ体育館が近いから。いや、給湯は、給湯は絶対なんか出そうだから。体育館の幽霊も出るといえば出るか。夜だと電気がつかねえって話だが、まさかよ。これも例の仕業じゃ。かもな。背筋にゾワリと悪感が走った。とても嫌な予感がする。嫌な予感がする。わい、やばい。なんだこの感覚は。体育館に入った途端、得体の知れない予感と重圧を感じる。くそ、やべえ、息苦しさだ。霊感のない翔くんも。わ。頭に死人の笑い声が響く。ならば、これも死人の呪いなのか。いずれにしても長くとどまるのは危険だ。調べるなら急いだ方がいい。やばい、呪われた場所。あ、はあ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 。走ることができない。呪いの原因。原因となるものがある。走れないの厄介だな。用具室だからもどかしい。走れないのもどかしい。床も光るけど、あ、この辺にあるってこと。無視したところに遺恨だ。強烈な悪感が広がる。おやさん、俺らの体のだるさってそいつのせいなんじゃねえか。そうか、今まで拾ったのは白かったか。お、翔は黒ずんだ歯を奪い取ると床に叩きつけるように投げつけた。黒ずんだ歯は粉々に砕け散った。そう、そうはならんやろ。あ、パワープレイすぎる。強そうな悲鳴が聞こえ、保管は収まった。
どうよ、思いつきだったけどよ。結果オーライってやつだよな。すごいな、翔くん。原因となる呪いの歯を壊す必要がある。やるな、翔くん。やっぱ力いずパワーか。よう、壁に人のような形のシミがある。なんか嫌な予感がする。さっさと調査を済ませようぜ。これめっちゃ気になる。壁の広範囲にわたり黒い汚れがある。あ、壁に染みついた黒き汚れ。なおさん、この汚れ顔に見えねえか。はあ、決して触れてはならない。触れてはならないか。触るっていうのが触るが出てきちゃった。ちょっと待って。ここはこういう隙間に猫ちゃん入りたがりがち。黒いものが私も放っておけばいいと思うけど、一気にめくり上げた。バサリ。虫かな。うわあ。イコンだ。今回も保健室で萌えちゃんからアイテムが交換できるのかな。バランスボールたまにやります。触っちゃいけないけど、触っちゃいけないけど、まあ触るしかないんだろうな。道具使えるものないですよね。ないな。あー、触るか。奥へ進み、黒い汚れに近づく。マジかよ、触んなって書いてんだろ。私もそう思う。2回目。どこに触る？目のところ、鼻のところ、口のところ。本当に怨霊が現れるのか。高まる緊張。何も起きないじゃないか。階段なんてそんなもんだよな。と見せかけておいての。何かが聞こえた。人のうめき声なのか。うお、思ったよりも怖い。アクロバティック、アクロバティック。動く動く。そいつはいつの間にか立っていた。ハサミで両目を貫かれた女子生徒。動かないで、動かないで。まさかこれが噂の怨霊なのか。首がねじれてる、首がねじれてる。恨みで誇張されているのか、頭部を貫くハサミが異様に巨大だ。この霊が体育館の中で行方不明になったという生徒 S だろうか。こんな姿で現れたということはもう。おい、おっさんどうする？とりあえず逃げるか。いや、鹿島の真実に迫るためにも、ここは逃げずに退治すべきだ。いやあ、まあ、まあ逃げられないか。なれば、なればこそ。ああ、気づいてないパターンだ。ああ、おそらくお前は死んでいる。どうして死んでる。自らの死をどう伝える。はあ、卒業アルバム見せたらですね。記事どっち。あ、大門先生すごい 90%。
ダメージが大きいな。この記事の生徒がお前だとして、その死の原因は鹿島なのでは。鹿島嫌い、怖い。やはりこの例の死の原因にも鹿島が関わっているようだ。世界、私誰？あ、これはアルバムが有効だな。ショークにお願いしてみよう。いや、低いなぁ。どうしよう、62%。 うわ、どうしよっかな。ショー君、涙目さんの方が高い。協力は2人がダメージ。あ、でも 81%。 よし、あなたはシンジさんよ。あなたの名前はみじっこ。愛した。もう一度だ。 99%。 俺はいけるやろ。どうだ、分かった。 99% やぞ。できた。お前の名前はアルバムにある美術部の新地美穂だ。やっぱり自分を表すもの、名前って大事なんだな。うん。お、何かが落ちている。折りたたまれた便箋、ピンク色のかわいらしい用紙に細かい文字がびっしり。先生、私の誕生日を覚えていてくれて嬉しかったです。もらったプレゼントは宝物にします。先生の気持ちはちゃんと伝わりましたよ。先生は大人だから口には出せないのでしょう。でも大丈夫、先生と私の心はつながっています。先生が私を愛してるのと同じくらい私も先生を愛しています。ああ、卒業の日が待ち遠しいです。卒業したらもう教師と生徒ではありません。堂々と一緒にいることができますよね。先生のことはお母さんもきっと気に入ってくれるはず。いずれは先生と幸せな家庭を築きたいです。私の気持ち伝わりましたか？返事はいりません。返事がなくても先生の気持ちは分かっていますから。大好きです、先生。大好き大好き大好き。やべえですわやべえですわこれどうやらこれは恋文のようだ。恋の相手は先生らしい恋文と書いてラブレターっちゅうやつですね。これでもやばい、怖い。大好きだの愛してるわ、ラブレターだし仕方ねえが、幸せな家庭とか一緒に暮らすとか内容が先走りすぎだろこれ。正直怖え。まあ怖がるのはね、そこも怖いんだけど、何より返事いらないって書いてるところが一番怖い。これはあの新地美穂は書いたのだろうか。わあ、いた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 。くっ、突然のめまいに額を押さえる。この感覚はまさか。ああ、しみときちゃう。あ、ではない。脳内に投影されたビジョン、それは美術室か。美術準備室らしき場所で3人の少女が話す光景だった。ねえ、マナベ、こんな場所に呼び出して何の用？私これから予備校あるんだけど。いいからこの手紙を読んでよ。あいつが先生のクロッキー帳にこっそり挟んだのを取ってきたの。ああ、だから呪われちゃったんだ。うわー、マジかよ、先生ってあいつとできてんの？
真鍋、どうするの？先生のこと好きなんでしょ？このままだと先生はあいつのものに。分かってる、分かってるわよ。だから決めたの、私は先生を。先生モテモテですね、美術の先生。本気なの？そんな真似したら先生もあなたも大変なことに。ねえ、おしなって信じ、真鍋は覚悟を決めたんだからさ。手伝ってやるのが友達だろ、な？わかったよ。じゃあ、私と神尾は隠れとくね。決定的な瞬間、ちゃんと撮影するから。うん、よろしくね。これであいつから先生を取り戻せる。怖い。あのさ、この手紙はどうする？シンジ、あなたが持ってて。もし作戦が失敗したら何かの役に立つかもしれないし。あー、何しようとして、ハニートラップでもかける気なのか、それを写真に撮る気なのか。ビジョンが消えるとともにめまいが去り、動悸も静まる。三人の少女の名前は真鍋、神尾、シンジ。ならば今のは5年前の光景なのか。おっさん大丈夫か？少しふらついただけだ、大丈夫さ。ならいいけどよ、無理すんじゃねえぞ。今のビジョンをショーに伝えるべきか。だがまだその真意が分かっていない。もう少し情報が集まってからにしよう。中途半端な情報で混乱させたくない。いや、賢明な判断。いやー、なるほど、そういうことだったのね、うん。うわ、女子怖い。いや、女子が怖いんじゃなくて、まあ、この子たちがね。いや、恋は盲目、恋は人を狂わせる。とりあえず保健室に帰ろうかな。ちょっと体力がもうガタガタですわ。心配されてる。レーグ見てみよう。すごい、どんどんくれますね。すごい、白バラ人形。道満村の敷札。恐れ島のガネーシャ像。語尾に出すってつきそうですね、像。どんな効果があるんだろう。あ、サスペンシブアクトやイベントでのダメージマイナス2。え、これ欲しい。上位互換か。すごいな。頑張って遺恨を集めたい。強い。ガネーシャ像強いな。アイテムいいですね。頑張ってね。うん、頑張るね。はい、というところで今回はここまでです。いろいろ見えちゃいましたね。文字通りいろいろ見えちゃった。これで口裂けカシマのあの言葉の意味が分かっちゃったし、どうして彼女、少女たちが呪いを受けてしまってあんな凄惨な最後を遂げるに至ったか。まあ行方不明っていうことではあるんですけどね、表向き。現実世界では、ああそういうことかっていう、まあ具体的にその少女たちのその企みが何であるかはこの後に分かってくるのでありましょうが、そうか。いや、怒りというか深いんでしょうね、恨みが。あー、人を思う気持ちほどやっぱり重いものもないですからね。それがどんな形、どんなものであれ。はい、ということで次回また調査を続けていきたいと思います。でまだね、輪郭が見えただけですのでね、あの具体的な調査は続けてまいりたいと思います。はい、ではここまでご覧いただきまして
ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。ではでは、月見堂マナトでございました。ありがとうございました。